はい、皆さんこんにちは。ドラキング2128です。どうもよろしくお願いします。今回ですね、タイトルにも書いてあります通り、今回夢のね、人生ゲーム勝負ということで、YouTube で知り合った、私が YouTube で知り合ったマリオメーカーのアート職人エドガー・コナンさんと、あと YouTube で妖怪ウォッチプニプニなどで、有名な家族実況をポポソラチャンネルの、お父様であるポポソラ一家様のお父様と、あと私ドラキングと、一応3人で、人生ゲームをやるという、そういう設定でちょっとね、やってみたいと思いますのでね、よろしくお願いします。なお、私個人的には、本当はね、オンライン対戦、てかね、3DS とかのやつで、オンライン対戦で直接本物の江戸川コナンさんと、ポポソラ一家様のお父様と、直接人生ゲームやりたかったんですけど、今の2016年9月現在においては、その 3DS 等で、人生ゲームとか、オンラインではできないということなんで、仕方なく、コナンさんとポポソラ一家様のお父様は、コンピューターに任せるということで、それでちょっとやりますのでね、どうかね、ぜひね、どうか応援よろしくお願いします。では始めます。はい。あくまでもね、コナンさんとポポソラ一家様のお父様は、コンピューターの判断で決まり、イベントが進みますんで、恨みっこなしっていうことで、ね、はい、お願いします。はい。あと、時間の関係上、ちょっと2倍速で流しますんでね、どうかご了承ください。はい、では行きます。
はい、ここまでございます。では、まず皆さんにちょっとお詫びしたいんですけど、で、ちょっとこれね、デジカメがすごい古い、もう2012年製なんで、ちょっとなんかピントがね、ちょっと、特にこう、イベントが始まった時に、ちょっとピントがね、勝手にずれて、こう、ぼやけちゃって、ちょっと文字がちょっと読めなかったりとか、そういうのがありましたね。それちょっとお詫び申し上げます。ほんで、どうも申し訳ありませんでした。はい。あ、で、本題ですけど、で、まあ、なんとかね、私がなんかちょっとね、まあ、勝てましたけど、ね、でもね、なんか、ちょっと複雑ですね、なんかね、なんかね、実際のね、その、江戸川コナンさんや、ね、ポポサ一家様には、なんか、ちょっと悪いことしな、という、そういう気持ちの方が、なんか、強いですね、はい。まあ、これがね、やっぱり、まあ、コンピューターですからね、まあ、ちなみに、コンピューターの難易度は、ちょっと変えることはできないんで、なんですけど、ね、もしこれがね、実際に、ね、3DS とかで、このオンラインで、こういう人生ゲームがね、こう3人で本当にできたらね、私もすごい嬉しいんですけどね、まあ、近いうちにね、きっといつかね、3DS とかでね、とオンラインの人生ゲームとかそういうのが出ることをちょっと祈りたいですね。はい。なんでね、はい。ね、すいません、まあ、私がちょっと優勝してね、しましたんで、はい、そういうことなんで、はい。ね、どうも。まあ、では、あと、本当にこういう人生ゲームって本当に面白いんで、ぜひね、もう機会があり、これを見ている方で、もし機会がありましたら、もし、ね、ぜひなんかね、まあ、その人生ゲーム買ってみたらいかがでしょうか。それでどうもありがとうございました。